い、皆様こんばんは。4月の29日午後8時40分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日金曜日の祝日でございます。第2部の配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様今見ていただいているものが私のツイッターの方になっておりまして、今日のね第1部の配信ができずじまいだったわけでございますけれども、こちらをね見ていただいた方であれば理由がわかるかなと。なんと私今ね、あの九州南部に存在はしていないということで、こちらね、よろしくお願いいたします。ですから今日はね朝4時ぐらいに起きて、ぶっちゃけそうなんですよ。だから今日あの昨日のね第2部の方で、できないかもしれないというふうに言っていたわけでございますけれども、今日ねなんとね朝の4時半ぐらいにかな、起きてからの準備をしてからのということでございます。そしてからの何時ぐらいだったかな、昼の10時11時ぐらいに新幹線に乗りの、今どこにいるのか、こちらをね鉄板の上をねもう見ていただければ、もうキンキンに冷えてやがると、もうグラスが凍りついてね、わかります皆様、唇にグラスの縁がひっつくんじゃねえかぐらいね、キンキンに冷えていたわけでございますよ。こちらのねわかりますよね、手前に見えている黄色い飲み物、そうでございます、生でございます、生ビールでございます。それはね私はねぐれーっとも生きながらのこちらでございますよ皆様。鉄板の上にある、そう私は今なんと広瀬今にいます。広瀬今にね私は今ね存在しているわけでございます。ありがとうございます皆様、本当にありがとうございます。家族で、ちょっと来ているということで、メンタルもねいないという状況でございます。メンタルマネージャーも、ちょっとね、ご自身の、まあ、いわゆる家族とねゴールデンウィークは過ごすんでございましょう、いないということでございます。まあね連れて行けと言ったとしてもね、お前は歩いてこいと、歩いて来れるだろうというふうにね私はメンタルマネージャーにねまあ言った次第ですよ。もし言われた場合はでございます、歩いてきなさいという形でね言っていたわけでございますけども、彼は彼なりに何の用事があるか知りませんけれども、用事があるということでね、多分ね皆様嘘ついてますよ嘘ついてるかどうか知りませんけれども、ごめんなさいね。メンタルマネージャーはいないということで、まあ家族のね旅行として、今しておる次第でございます。まあちゃんとね、コロナの、対策もしっかりしましてですね、結構やっぱりねお人が感覚的にはねなんか多いなという感じがねいたしますよ。だから、ここねわかりますか、広島に住んでいる方であればまあねこう結構ね有名なところ、に行かさせていただきまして、広島あのお好み焼きのところでございますね、まあまあポツポツ人はねいたような感じ、ぐわーっとねもうごった返すような状況ではないんですけども、観光客のね方みたいな方がまあいらっしゃったような形でございます。でね、画面をスライドしましたけれども、わかりますか皆様、こちらお好み焼きをね作っている家庭の中で、そうなんです、また新しくねビールをもうねこちらはねキンキン通り越してキャンキャンに冷えてやがると、ボリューム2でございます、よろしくお願いします。先ほどねまだこんもりなっていた、広島のお好み焼きがちょっと押しつぶされてからの次の画像も食い終わりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、あっという間に食べちゃったということで、その次はね、皆様さらにでございます。はい。バッキンバッキンでございます。もうバッキンバッキンに冷えてやがるということで、ボリューム3、ビール、ハイボール、もうここで仕上がっちまってんじゃねえか、ビットマン TV と。大丈夫でございます。私は無敵な男でございますから、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあね、この飲み物を飲んだ後に、ちょっとこうね、まあ歩きまして、結構もうアルコールも、まあ結構というか、もうほぼ体感ではですよ。全部ガードもう抜け終わったようなね、感じになっておる次第でございます。はい、よろしく。本当にねいい形でね、もうねお酒とお好み焼きも最高かよみたいなね形でございますよ。あらすあらすみたいな形でね、本当にもう帰ったので早速メンタルマネージャーにね自慢してやろうと思っているビトマン TV でございますので、ここはよろしくお願いいたします。で今日の第2部ね、先ほどからずっと言っておりますけれども、一応ね私ねあちら、地元の方にはねいないような状況になっておりますから出先でございます。でちょっと長めなね旅行をしていこうかなというふうに家族でね、思っている次第でございますので、また明日あたりになったらまた違う映像、画像がバチッとね、流されます。私は今どこにいるでしょうかみたいなね、クイズ形式でいこうかなと思っておりますので、こちらぜひともね、ツイッターの方をね、注目していただければと思いますから、よろしくお願いいたします。で、早速行っちゃいましょう。はい。なんで私、ビトマ TV 急いでんのと、なんと実はね、私今ね、お風呂にまだ入っていない状況でございますから、ちょっと温泉にね、これ、撮り終わった後に行こうかなと。で、その温泉のタイムリミッツでございます。皆様、タイムリミッツがございまして、それがね、9時半ぐらいだったかな、でありますから、なるべく早めにちょっと仕上げていかないといけないということで、早速行っちゃいましょう。まずは重要ニュースを2つ、そしてチャート分析がビットコイン、イーサリアム、そしてサンドですね。で、そっから先ちょっとまた決めていないので、あと1通貨ぐらい何か入れようかなというふうに思っておりますから、皆様、ヒロセイマにいるビットマン TV の第2部の配信、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグアウトお願いいたします。お願いいたします。まあにしてもね、広島のお好み焼きも最高に美味しい。やっぱりね、あの大阪のお好み焼きとやっぱ違いますもんね。なんかね、大阪のお好み焼き、まあめちゃめちゃ美味しいじゃないですか。まあ私が食べている地元のお好み焼き
お好み焼きはもう分かります皆様、もうほらあのもう粉物ガッチンガッチンみたいな、粉ガッチンガッチンみたいになってるんで、もうねもう3口ぐらい食ったらもうこれね粉で腹いっぱいじゃねえかぐらいのね感じなんでございますよ。ですけれども広島のお好み焼きはね、なんていうんですかね、麺じゃないですか、麺と卵となんかこう薄いね、こう分かります、なんかこう生地的なものをね、こうその上にこうまあ乗していくような形でございます。もやしか何かを乗していってみたいなね形でやっておりますから、あんまりね1枚全部平らげてもあのねお腹があんまり膨れないような状況だから結構量食べれるよねっていうのはね私分かった次第でございます。でちょっと大阪の方にもねもしかしたら足を伸ばすかもしれませんから、その時はまたまたねどこのお好み屋さんに行ったんでしょうかみたいなねクイズをぶちかましていきたいというふうに思っておりますので、ここねよろしくお願いいたします。まあとにもかくにもツイッターをねちょっと注目していただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、で行きましょう、行っちゃいましょう。まずはお一つ目でございますね、パリッと仕上げていきますよ皆様。お一つ目こちら行きます。エバードームね、ニュース関係が上がってきておりましたよ。ジェネシス NFT の請求の受付を開始したということで、これはあのエバードームのメタバース空間の中に入るなんかこうキーみたいな感じなんですか。ジェネシス NFT 一応読んでおきましょう。火星を舞台にしたリアルなメタバースプラットフォームエバードームが4月の28日に、あそうですよね、エバードームへのアクセスキーとなるジェネシス NFT の請求がね可能になったことを発表したと。でジェネシス NFT は、4月の28日から7日間1週間ね請求可能となっていますから、まあそこまでね焦る必要はないでしょうということですね。でまあもらえる方はでも限定されてますよ。これは行きましょう。4月の28日エバードームが、このねメタバース空間のエバードームへの、アクセスキーとなるジェネシス NFT の請求がね可能になったことを発表したと。で今回の発表では、ジェネシス NFT を受け取り方などが説明をされておりまして、はい、 NFT 請求時に支払われた手数料は全てドームの買い戻しとバーンにね使用されるとも説明をされていますよということでございますね。で上から下行きましょう。ジェネシス NFT を受け取ることができるのは4月20日に実施されたスナップショット時、これってスナップショットの日ってずれてませんでした？そう、4月20日だったんですかね。まあごめんなさい、一応読んでここに書いてあるまんま読んでおきますよ。4月20日に一応だからこの前のスナップショットだったんじゃないかなと思うんですけど、スナップショット時にドームステーキング、まあやった方は分かっておると思いますけどもね、ドームステーキングランキングで上位9999位にランクインしていた人々、1万人になっていた方って相当残酷ですよねこれね、ぶっちゃけた話でございますけどね、となっておりまして、ランキング上位者は、はい、順位に応じて様々なね、恩恵を受けることができるようになっていますということですね。でエバードームは28日に、ジェネシス NFT の請求権を持つランキング上位者のリストも公開をしているため、はい、ドームのステーキングに参加している方はこのリストから自分のねウォレットアドレスを探して自分が対象に含まれているかどうかを確認してみると良いでしょうということでございますね。まあ上から下に書いてあります、ちょっとゆっくりめにね流していきますから読んでみてください、よろしくお願いいたしますよ。はい、こういった形でございますね。今ねドームがちょっと今日ね上がってきてましたね、かなりねもうバリバリ落ちまくってたんですけど、ちょっと今ちょっとだけ回復をしてきたということで、まあやっぱりほらスナップショットがね終わったので、スナップショット前であればエバードームを持っている保有枚数でね多分この順位が決まっていたので、やっぱりこうグーッと上がっていたわけでございます。ですけどもスナップショットが終わった瞬間にねやっぱり売り圧がかかってブリーッと落ちてきてますよ。ですからね、ちょっとこうねエバードームを持っている方、私も持ってます。ですけどもなんと私はいスナップショット参加してませんでしたから実際問題、ね、でも枚数的にはね16万枚ぐらい、20万枚いかないぐらいだったかな、それぐらいもだしかなかったので言っちゃうと、ですからまあ1万人以内には入れたかどうか分かりませんけれどもね、まあ一応私は持ってましたよということで、まあそこには参加はしておりませんでした。もし参加をしていただいた方であればね、気になる方は、ぜひともねジェネシス NFT で調べていただければ分かるかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。まあねでもエバードームに関しては第4四半期だったかな、2022年の、その時に、結構こう大手の取引所に上場であるとか、あとはランドセール関係も年の後半にあるらしいので、そういったところも含めてね、やっぱりまたまた大盛り上がりを見せてくれるような流れになってくるんじゃないかなというところで、ここは私はね一応買い集めをねしていこうかなというふうに今密かに考えている通貨の一つでございます。まあ買い煽りとかではないので、もし欲しい方はね今かなり安くなっておりますから、ちょっと考えてみてもねいいかもしれません。はい、で次行きましょう。次はこちら行きましょう。はい、ビットゲットさんが来ましたよ皆様。KCGI2022 王座の呼び声ということで、5月9日開幕。まあこちらはねまたまたね具体的な内容が出てきたらまた皆様にねもう本当にしつこいぐらいにごめんなさいね、しつこいぐらいにご案内します。私もビットマン TV チームを作って、もしねできることであれば参加をしていこうかなというふうに思っておりますので、もしよろしければね私ビットマン TV のチームに参加をしていただいて、皆さんでワイワイガチャガチャねフェスティバルということでねやっていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。一応読んでおきましょう。はい、ビットゲットが4月25日に年2回のグローバル暗号資産先物取引コンテスト FX ですね、KCGI をね開催することを発表したので、実はね年明け以降に張さんの方から聞いてたんですよ。一応春
明けぐらい、春明けって言っていいんですか、4月5月ぐらいに KCG はやるかもしれませんっていうのは聞いていて、でもまだはっきりね決まってなかったので、まあ私の方から当然言えなかったのでね、一応心には留めておいたわけでございますけれども、まあしっかりと出てきたなということ、うん、ビットゲットさんは年2回やるらしいです。うん、ですから春先とあとは年末にやるということなので、でそれがまあいわゆる今回、1回目、2022年1回目やりますよということでございますね。で、同社はいきますよ、最大2万テザーの賞金プールを山分けして獲得できるビットゲット初の紹介プログラムを開始したことも発表していると、うん、いうことでございますね。で上から下に、はい、行きましょう。ビットゲットが4月25日に最もね先方を集める年2回のグローバル暗号資産先物取引コンテスト KCGI のまあ復活をね発表したと。でビットゲット KCGI2022 への登録は、5月の9日の11時から5月20日の11時までで、実際の、大会期間はね、5月の20日、うん、の11時から、まあ、エントリー期間が終わってすぐも開始しますよということですね。6月10日の11時まで行われる予定でございますと。だから、20日間ぐらいやりますよということですね。で、KCGI は2021年末に初めて開催され、ビットゲットユーザーは1万人近いね、参加者を集めましたと。で、KCGI はチームバトルと個人戦の2つのね、対戦形式で構成されていますと。で、申し込み時に契約口座に300テザー以上の残高があるユーザーの方は今年の KCGI に参加することができまして、世界中からだから300点差も決まってるんですね。世界中から集まるプロトレーダーと一緒に力騙しをするか、うん、単に得点ゾーンに参加するかを選択することができると。で、昨年大変人気だったことを受けまして、賞金のね報酬が2倍になりました。 200BTC に増額をされたということですね。で、賞金以外にも BOSE のスピーカー、折りたたみ自転車、高級ゲーミングチェア、あとは、LG スタンドバイミー、ディスプレイスクリーンなど、まあ様々なねプレゼントがありますよということなので、まあここをね、注目しておいてください。よろしくお願いいたします。私も参考します。ぜひとも皆様、300テザーをね、もしよろしければ、ご用意いただいてからの、私ビットマン TV チームの方に参加だけでもしていただけたら大変嬉しい限りでございます。やっぱりですよ、うん、人数がね多い方が強いだろっていう風になるじゃないですか。ですから、もしねよろしければ、まあ取引はしないけど、まあ分かったと、300テザー用意して、まあビットマン TV のね、あれでございますよ、皆様、人数が多いという見栄えが良くなればいいんだったら、分かった、協力してやるぜっていう方がいるんであれば、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。ここは何度も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 皆様あちらでございます、エントリー期間にねお願いをさせていただくような形になりますので、申し訳ございませんけども、よろしくお願いいたします。やっぱりねそうでございましょう、うん、人数が多い方がビットゲットさんにもねでかい面できるじゃないですか。よろしくお願いします。調査の顔も立つかなっていうのもちょっと思っているわけでございます。やっぱりね調査のメンツもちょっと立たせてあげたいなっていうのもちょっとぶっちゃけた話あるので、まあそこも含めましてね、こうまあある意味でございます。はい、人数多い方がね見栄えが分かったという形で、もう3回目ぐらいになりますけれども、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。300テザーをね、一応こう振り返っていただいてという形でしていただけたら大変嬉しい限りでございます。またまた何回もですね皆様、何回も皆様にはね、お伝えしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、で、こちら、うん、ビットゲット初の紹介プログラムもね解消されたということらしいですよ、うん、で、一応読んでおきましょうか。4月の20日にビットゲット初の紹介プログラムをね開始したことも発表で、ビットゲットは紹介プログラムの開始を記念して多数の魅力的な報酬をユーザーの皆様に提供しますと。で、全てのユーザーが紹介プログラムに参加をすることができます。まあバイビットさんもありますもんね、紹介プログラムという風なやつですよ、うん、あれでございましょうね。で、既存ユーザーであれば紹介された人が、うん、初回の契約口座への入金額の 1% がね体験金として紹介者に入金をされますということでございますね。で、一応私も、もらっております、私の方には私のあちらツイッターのトップのねリンクをご活用いただければ、あちらでございます皆様、1% ではなくてなんと、蝶さんからいただきました、ビットマン TV あなたにだけあげますと 2% ということで、本当にありがとうございます。私のツイッターのトップに貼っておりますし、私の動画の説明欄の方にも、うん、リンクをね、ビットゲットさんの方貼っておりますので、もしね私のリンクをご活用いただければ 2% にここはねなるということで、よろしくお願いいたします。で、さらに紹介者は紹介された現物取引または、取引手数料契約のね 30% を受け取ることができますよということなので、これはねもうある意味アフィリエイター、まあインフルエンサーみたいな感じとね同じ立ち位置なんじゃないかなというふうに思いますから、もしね興味がある方はやってみてもいいんじゃないかなというふうには思っており次第でございますよ。で、紹介された人が現物取引または契約取引で50万テザーの取引を達成するごとに紹介者は 20BGB 最大 1000BGB をね受け取ることができますと。で、また今回の紹介プログラムの開始に伴い、うん、他のユーザーをビットゲットプラットフォームにご紹介いただくと最大2万テザーをね山分け獲得できるコンテストも開催される予定ですということでございますね。ほう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 、なるほどね。
これ私も参加できるということなんでございますかね。まあ、であればね、まあいいな、嬉しいなということなんでございますけども、まあ、先ほども言いましたように、まあ一応ここはね、1% の体験金というふうに書いてますけども、一応私、ビットマン TV のごめんなさいね、2回目になりますけども、リンクをね、ご活用いただければ、ここが 2% に、なりますので、そして、一応ね、注意しておいてください。多分ね、この紹介プログラムに参加した方であっても、多分だと思うんですけども、KYC を紹介された方です。された方は、多分 KYC を完了しないと、この 1%、まあ私の方だったら 2%、この体験金が多分もらえないような形になると思いますから、ここだけはね、注意をね、しておいてくださいということで、よろしくお願いいたします。まあ、とにかく、ビットゲットさんね、もうとにかく、みんなにね、使ってほしいということです。皆様に使ってほしいということでございます。ですからね、ぜひともぜひともね、ご活用いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。一応、ツイッターのトップ、ここでございます。ツイッターのトップに貼っております。もしくは、動画の説明欄の上にも貼っております。で、さらに言うと、ごめんなさいね。なんとこれ、いきますよ。私の方から、こちらね、登録をしていただいて、さらにです。30% オフということで、FX。これもやばいです。取引手数料が 30% オフということになって、さらに 2% の体験金もついてくるというような状況になりますので、もうここはダブルで、美味しいということで、まあ、先ほどのね、紹介プログラムの方に対抗するわけではないんでございますけども、まあ、今まで去年からね、ビットゲットさんを一応まあ、応援してきた、ビットマン TV 用にね、まあ、くださったものでもあるのかな、というふうにはね、私受け止めておりますので、ぜひともね、こちらの方でご登録をしていただけたら嬉しい限りでございますから、もし初めて聞かれた方は、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の重要ニュースは以上となります。そして行きましょう。本日の、チャートマゼーキパパプーパパプーパパプーパワーよろしくお願いいたします。お願いいたします。このまま突っ切っていきましょう。行きましょう。まずは、こちらですね。ビットコインですね。見ていきましょう。いきまーす。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が38,780ドル付近をね、推移しているような状況になっております。OK でございましょうか。で、この通貨に関してはね、やっぱり昨日ね、上がってきておりました。で、言ってましたもんね。やっぱりこう、MACD 線がね、まあ、よろしくない。右下がりでゼロラインを下に抜けている。そして、RSI 値も、昨日の段階では43あたりを多分つけてたのかな。で、ありましたから、上がってきたとしても、このね、サポートをされていた実体部分の裏タッチでやっぱり押されてくる可能性がありますよというふうにやっぱり言っていて、やっぱりまだまだ落ち目線としてはね、濃厚なんじゃないかというふうに言っておりました。少なくとも42,000ドルを超えていかないとちょっとまだ難しいですよというふうに言っていたので、やっぱりそれがね、まあある程度相場に入っていらっしゃる、トレーダーの方々も大体同じ共通認識だったのかなと。やっぱりこのね、右上がりのサポートラインの裏タッチで押されて、またずるっと、今ずるっとね、落ちてきているような状況になっておりますから、この状態で、冷やしを確定してしまうと、ちょっと雲を消しますよ。確定をしてしまうと、ちょっとごめんなさいね。100にこちら切り替えておきましょう。はい、行きます。はい、こういった形。やっぱり、短期のね、移動平均線もそうですし、あとはまあまあ、このね、100日の移動平均線結構上にある。41,000ドルあたりでしょうかね。41,000ドルあたりにあるので、またここは意識されないかなと。まあ、とにかく右上がりのこの裏タッチをクリアしていかないとね、41,000ドルも何もないので、まあとにかく短期の移動平均線を割れ込んだ状態で、日足を確定するとまたずっとね、落ちてくる可能性がやっぱりあります。37,000ドルまでの下落っていうのは、やっぱり依然として注意をしておきましょう。私は一応ね、そこの下目線でございますから、まあ一応ね、参考程度に押さえておいてください。37,000ドル。ここは一つね、反発ポイントとしては、まあ、意識がね、されてくるんじゃないかなというところで、まあ、押さえておいてもいいでしょうというところでございますね。で、あとは、週足はどうなっていったかなというところなんでございますけども、週足のね、そうですよね、雲も下に割れ込んでおりますし、ちょっとあちら5月の3日4日あたりに FOMC があるので、まあ、そこがね、またこう、まあ、警戒感を強められているようなところなんじゃないかなと。だから、FOMC が終わるまでは、上がってきたとしても、売り圧かかって、あちら、まあ、落ちてきてしまうというような状況に、やっぱりなるようなね、雰囲気がやっぱり強いのかなというふうに思いますので、ここはもうね、注意をしておいてくださいということでよろしくお願いいたします。で、あとは、実体部分でね、やっぱりこの裏タッチ押されてましたけれども、実践部分で、やっぱり、この週足の雲の上端値っていうのも、やっぱり邪魔になっているようなところがあるでしょうからね。まあそこも含めまして、やっぱり上値がまだ重いですよと。ですから、そういったごちゃごちゃするのを考えたくない方は、上昇チャンネルの下端値の37,000の反発、もしくは42,000ドル超えからのロングイン。こちらがね、いいかなというふうに思っておりますので、ここはね、よろしくお願いいたします。42,000ドルを超えてきたら、あらかた上がね、開けてくるような状況。日足の雲の上端値、はい、44,600ドルあたりをね、一旦めがけてぐーっとね、上がってこれるような状況にはなってくるんじゃないかなと。で、そこを抜けてくれば、45,600ドルというところを目指してね、上がってこれるんじゃないかなというところで、もう、はっきり言いますけども、まあ、まあ、はっきり言います。まあ、おすすめはね、まあ、あちらでございます。まあ、一応ね、参考程度に聞いておいてくださいね。はい。42,000ドルを超えてきてからの、やっぱり44,600ドル。そして、そこを抜けてからの45,600ドルっていうのが、まあ、現実的に考えてらっしゃる方が多いんじゃないかなと、多数決的に言うとですよ。多いんじゃないかなというところでね。そこは一つ、参考程度ね、意識の中に留めておいてください。よろしくお願いいたします。今は、下目線がね、まだ、濃厚ということでね、37,000ドルまでの落ちは注意をしておきましょう。はい。で、次行きます。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングなら、
イーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします。お願いいたします。いきます。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が2838ドル付近をね推移しているような状況になっております。 OK でございましょうか。でこの通貨に関しましても、やっぱりねMACD線、はい、右上がりでゼロラインを下に割れ込んでしまいました。ですから弱気相場継続中よと。そして RSI 値も41あたりですから弱気派優勢、上がってこようにもやっぱり売り圧がかかって落ちてきてしまうという可能性がありますので、ここはとにかく注意ですね。であともう今ね見ていただいたら分かりますように、日足のねやっぱり雲ですよ。うん、日足の雲の形でもうガッチガチに押されてるの分かりますでしょ。であとは、ごめんなさいね、外の車の音がうるさかったでございます。雲を消しますけれども、こういった形、うん、やっぱりねこれですよ、日足の短期の移動平均線、そして、こちらね長期の移動平均線が今やっぱり、うん、邪魔になっているかなと。ですからやってほしいのは少なくとも日足レベルで短期並びに長期、そしてこの雲です。まあ、大体三つどもいにあるので、まあ、雲中突入した状況で、つまり2950ドル以上で日足を確定してくれれば、あらかたね、上目線で話が進んでいくんじゃないかなという形がね、しております。ですけれども、2950を超えたとしても、やっぱり3050ドルであるとか、あとは、中期のね、移動平均線、黄色いラインが、ちょうどもう3050ドルってもう丸かぶりしてるんですよ、これね。うん。ですから、この3050ドルっていうのが、この黄色のラインですよ。やっぱりまた邪魔になるかなというふうに思いますので、それが嫌な方はもう3050を超えた後の、この右上がりの黒いトレンドラインの裏タッチ、はい、3200ドルあたりぐらいまでの上昇が、まあ、一旦見ていけるんじゃないかなというところで、そのフェーズはね、まあ、あらかた勝負がかけれるようなところにはなるでしょうということで、意識をね、一つしておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、おすすめは3050ドル超えからの3200ドル利確というところが、うん、まあ、雲中推移で雲の上端値もちょうどその付近に被ってますし、右上がりの一旦ね、強く効いていた、まあ、一旦というか結構長い間ですよ。長い間効いていたトレンドラインの裏タッチというところもやっぱりありますので、ここはね、利確ポイントとして意識している方が多いんじゃないかなというところで、一つ利確ポイント。で、ここもう一回明確に上にブレイクしていったら、チャンスがね、またまた出てきますよ。うん、チャンスはどこなのかというふうに言いますと、200の移動平均線を見ていきましょうか。はい、こういった形。うん、3200ドルあたりを超えてくるならば、3460ドルあたりをめがけてね、また上にぐっと力強く、うん、のし上がってこれるんじゃないかなというところで、ここもまた取れていけるようなフェーズ。で、大きな相場、大相場が開始するんじゃないかというラインが3600ドルですね。このラインが、やっぱりかなり重要です。うん、かなり重要なラインになってくるかなということでね、ここは一つ意識をしておいてください。はい、上昇チャンネルのね、上端値がどういうふうな形で邪魔になるかなんですけども、まあ、こう、延長ね、ちょっとぐーっと伸ばしていったとしても、まあ、3900から4000ドルぐらいに、うん、待ち構えているような状況になりますから、3600を超えていけば、結構すんなりとね、4000ドル付近までは上がってこれるような状況にはなるんじゃないかなというふうには思います。で、そこを抜けていけば、もういよいよね、史上最高値トライというフェーズに入っていきますから、ここはね、期待をしていきたいところでございましょう。はい、で、次行きましょう。次はこちら、行きます。行っちゃいます。皆様の、皆様の大好きなアルツの、アルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。いきます。サウンドなんでございますけれども、ただいまの価格が、2.38 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。で、この通貨に関しましては、結構長い間聞いていた、うん、ここですね、1月の後半あたりからもう3ヶ月ぐらいずーっと聞いていた、このサポートの黄色のラインをとうとう割れ込んでしまったんですね。ですから今、下を支えるものがおそらくちょっとなかったんじゃないか。あ、ギリギリごめんなさい。中期の移動平均線で支えきてる。あ、だから今ビターっと止まってるんですね。もし、この 2.、あ、でもこれ前言った、言いましたね。3度取り扱った時にね。うん。週足の中期の移動平均線が 2.38 ぐらいまで上がってきてますから、2.64 割れたら 2.38。で、その下です。もし今の値を割れ込んでしまった場合は、この右上がりのね、一旦上昇チャンネルここで作ってたんですよ。これの、もともとね、レジスタンスラインとして効いていたこの延長ラインです。ここの裏立ち、まあ、いわゆるサポートとして効いてくるかどうか。あとはめちゃくちゃ細いですけど、雲が一応待ち構えてますから、1.どうでしょう。まあ、ビタで行くならば 1.87 ドル付近。ここでね、止まってくれるかどうか。もしここを割れ込むと、もうちょっとね、このうようよしていたもう最下端付近まで、うん、やっぱり、もう1ドルを割り込むような動きがもしかしたらやっぱ出てくるかもしれませんから、そこはね一応注意をしておいてほしいなというふうに思う次第でございますけれども、まあサンドはねザ・サンドボックスの話題性があるので、さすがに1ドル割れっていうのはまあ私これ予想ですよ、ないんじゃないかなと思いますけれどもね。まあそこまでいったらもう大バーゲンセールも大バーゲンセールじゃんって言ってね、多く買っていく方がまあたくさんいるんじゃないかなというところで、一つまあそこに行き着くまでの一応ね、買い圧がまあ買いがね入ってきそうな場所、うん、で言いますとちょっとここはねあまり出来高も増えてこなかったですね。そういったところを見るならば、上昇チャンネルのレジスタンスライン、はい、一旦ね 1.87 ドルあたりがある程度買い場にね、なってくるんじゃないかなと。さらにそこをサポートとして、作り上げていくんだればもう一回ね、うまい具合に、うん、チャートを作り上げる起点となる場所にこうやってグーッとなっていくのね可能性もありますので、そこも期待してね、ある程度こう仕込んでいってもいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはねよろしくお願いいたします。まあとにかく今の値位置はまあ粘り腰で粘っておりますから、一応長期保有目的の方の現物分割エントリー場所としては押さえておいてください。はい、で今日の最後見ていきましょうか。今日の最後
はせっかくなのでドーム見ていきましょうかね。うん、あの重要ニュースもね、あり重要ニュースにもね、ありましたので最後ドーム見ていきましょう。はい、こちら行きます。エバードームなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.0286 ドル付近をね推移しているような状況でございます。でこの通貨に関しましては、やっぱりこう下落チャンネルをね、まあ、描きそうな感じにもなっておりますから、この抽選ラインと、あとはここですよね、この下ヒゲピョーンです。この下ヒゲピョーンがやっぱり買いのね意欲をやっぱり湧き立たせていた場所で、そこから大きな相場がね作り上げられていたので、まあ、当然今ぐらいの 0.026 とか 0.027 ドル付近、まあ、とにかく今ぐらいの値打ちっていうのは結構ね買い場だったっちゃ買い場だったわけでございますね。まあそうですよね、そこをつけてきてからの反発して今上昇してきております。でですけども、一応最悪のことを考えておいた方がいいので、もしこのラインをね割れ込んでしまったら、うん、どうでしょう、片道で言うならば 0.021 ドル付近を、まあ 0.02 ドルですよね、 0.02 ドルを割れ込んでしまうと、これはね 0.01 ドルぐらいまで、もうさらに半値落ちぐらいまでしてくる可能性、言っちゃうと下落チャンネルが意識されて半値落ちで、そこからグッとね反発をしてきて上に抜けていくかどうかっていう戦いになってくるんじゃないかなというふうに思いますので、 0.01 までねやっぱり落ちてくる危険性があります。 OK ですか。だからそこはね一つ注意をしておいてください。ただし今ね、ドームやっぱりこれちょっとね、どうでしょう、やっぱ売られすぎの領域に入りまくってましたから、日足レベルで言うならばどうでしょう、23あたりをつけて初めてですもんね、売られすぎの領域まで落ちてきたのが、うん、ですからそこも相重なってね、グッとやっぱり上がってきたというところもあるでございましょうから、もしかしたらここからね上をめがけて、うん、そして、下落のチャンネルを上にブレイクして、黄色のラインもねついでに上にブレイクして、大きな相場が待っている可能性がありますので、そこはね楽しみにしていきたいところでしょうというところでね、よろしくお願いいたします。まあ短期並びに FX 入るんであれば、まあ少なくとも下落チャンネルを上にブレイクしてからロングをねしていかないと、やっぱり下に落とされてしまう可能性がありますので、ここは注意をねしておいてください。まあでも出来高もね今グッと今日、うん、入ってバリッと入ってきましたからね、ここは一つ良かったなというところでございます。まあ一応ね今から反値落ちしてくる可能性も下落チャンネル内推移というところであるんであれば考えられますので、そこは最悪ポイントとしては現物の長期保有目的の方であればね、差し値を置いておけばうまく刺さってくれる可能性があるかもしれませんので、一応意識をねしておいてください。はい、それではね本日の第2部の配信は以上となります。そしていきましょう。チャンネル登録者様がなんてきますと、なんと1万815名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはですね、コメントとこちらが要因でね、私が喋る方になっております。本当にありがとうございます。今後ともぜひともねよろしくお願いいたします。であとですね、明日の第一部の配信もちょっとまだどうなるかね分かりませんので、できないときはツイッターの方でね流しますので、こちらねよろしくお願いいたします。それでは皆様ね、ゴールデンウィーク、今日が初日の方もいらっしゃるかもしれませんので、楽しんでね行きましょう。私もねバリバリ楽しんでいきますので、ちょっとねツイッターの方で、近況報告をしていきますので、こちらもねチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。それでは、明日お会いしましょう。おやすみなさい。じゃバイチョバイチョ。